日向坂46斉藤京子、3期生メンバーと一気に仲良しに、楽屋もずっと近くで喋って。8月17日、日向坂46斉藤京子がブログを更新。3期生メンバーとの交流について明かした。斉藤は、3期生の斉藤京子です、といったタイトルでブログを更新すると、3期生のある出番が終わって3期生が楽屋に帰ってくるとき私もばったり廊下で会ってそのまま話しながら5人で楽屋に入っていったら1期生のみんなに京子も3期生かと思っためっちゃ馴染んでると言われました。とコメント、さらに、ただいま3期生と急接近。ただいまというかようやく、めちゃくちゃ嬉しかったので3期ぶりました。1期生の斉藤京子です。とタイトルの理由について説明しつつ、3期生メンバーらとの笑顔の写真を掲載すると、いや、待って。こう、3期生の4人と一緒にプライベートを過ごせるなんて、めっちゃ心から幸せな時間だった。写真何度も見返してる、と喜びを綴った。また、今この5人、好きなゲームも好きな食べ物も一致していて永遠に語り尽くせます。めっちゃ連絡も取って電話もして楽屋もずっと近くで喋ってカードゲームかスマホゲームして、今日も春代ちゃんにカードゲーム預けたわ、とも記していた。